はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。スプラトゥーンの、はい、ラストフェス、お決まりましたね。決まりましたね。はい、さあ、混沌 VS 秩序ということで、うん、まあ、ラストフェスとも銘打って、うん、ほんと7月にやるということですけども、はい、うん、まあ、どれぐらい、まあ、ラストなのかというと、まず時間が72時間。うん、3日間。丸3日間、うん、はい、ありまして、はいはい、そして、ミステリーゾーンが、うん、新しい1個、プラス今まで出た23個、うん、全部が出て、まあ、全部がその変わる変わる。変わる変わる出ると。遊べるということでございまして。うん、終わると、プライベートマッチで、うん、フェスのステージも開放なんだよね。そう、開放できますので、うん、だからその色もね決めれるらしいので、うん、そのインクの色とかも、だからそこら辺がね、すごい超大型なフェスが来るということですけども、はい、まあラストですからね、うん、これは悔いないフェスをしたい。そうだね、やっぱ3日寝ずあるかもしんないね、これは死者が出るフェス、うん、フェスの縄張り、うん、やっぱ最高に楽しめるようにちょっとご教授いただきたい。なるほど、うん、OKOKOK、okay, okay, okay. こうやって楽しめばいいよ。任してください。あ、本当に、はい、で縄張り講座を任してよ、見せてくださいよ。いきましょう。はい、もずくの応援 OK いきましょうか。さあ、もずくの方で、さあ、こちらは縄張りの極意、おいます、任してくださいよ。こちらスカイノーチラスかい。なんでノーチラスにしたの？極意だね、完全に極意なのこれ、うん、いやいやいや、何が極意だと思う？いや、まあ、濡れるとかも極意だと思ってたけど。違う違う違う、楽しむ楽しむ楽しむためには、あなたはノーチラスなんですか？そうなんです。ああ、いい、そういうこと。いいよ、楽したけど、楽したけど大丈夫か？ピピピピ、あー、何その擬音、弱そうノーチラスってピピピピって言うの？ピピピピピピピ、いやそのね、あのノーチャージね、うん、ノーチャージちょっとこれがまたね怖いんですけど、さあ、うわー、見られてる、強いスピナーに見られてる、強いとされるスピナーに見られてる、バレルスピナー、あああああ、手詰まり、あ、射程が、ああ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 あ、なんだこの振りの状態、お前食らっとけ、あ、ついてないさあ、スラモン、まずこれむしろよく相手詰めてもらう、まあ相手がバレルだったからっていうのも、ピピピピピュー、あ、ピピピピュー、ピピ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 ピ、嫌な状況になってきてますね。さあ、だから、あ、こんな状況なのすげえ悪い、まあ、ずーっと右いたから、ね、まだ右にいるな、まあ、バレるかな、あざ、違う、これね、スパッタリーですね。スパッてねえんだよ、スパッタリーはね、絶対勝てないね。あんな悠長なことできてないよ。溜めてればあるよ。あ、はい、あ、剥がした、弱いわ、この剥がしたの。さあ、いるね、いるね、おぉ、打ち勝った、いやぁ、強いバレル、強いスピナー来た、あれ、あ、いいよ、このもう一枚、もう一枚来た、溜めとけばある、溜めとけば、あー、ずるい、それ、それ、ふざけんなよ、ってことは、真ん中がジャラーキー、あー、なんか、あー、あー、もう武器も武器だから、全然ね、あー、でも、いいよ、もう一回行こう、あと40秒、うん、あと40秒そっち出すもん、いいよ、塗って塗って、いいよ、塗りまくって、さあ、ここは右側、あ、いいね、まず2人死んじゃう、当て込んでいくよ、あー、最後の1回、これはここは絶対に、じゃあ、よし、いいよ、一旦下がって、邪魔っ気して塗らないと、あー、塗らないと勝てない、真ん中塗る、俺勝ちてんだよ、あー、でもバラッバラ、塗りがバラッバラ、どうせえねんの、これ塗りがバラッバラ、うららららら、塗るの遅い、遅いし、バラバラだし、これはギタギタにされてますね、ギタギタだね、うん、でも楽しかったから、いいんですよ、それで楽しめればよし、うん、それでいいんです、スパッタリーを押し勝てればよし、うん、一回なんだこれ、ボコボコじゃないか。はい、昆布、はい、さあ、昆布の縄張りの方を見ていきましょうか、うん、ここのね、縄張りはなかなか楽しいですからね。あ、変えて、リルガン激アツ武器、これはね、熱いですね。
直近の大会でも活躍を見せてましたけども、さあやっぱ濡れる、何よりね濡れちゃうっていうね。そう、はい、で疑似三角、うん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 、そうね、あのワントリガーにいると、はい、取れちゃうのがやっぱり強いんですね。さあしかも、ね、意外と射程もあると。そう、射程がねザップとかより長い、うん、そうですね、これは嬉しいね。でまあスペシャルもすぐたまるから、はい、いつものスピア、うん、スピアも、ね、このいい感じと。環境上位スペシャル、環境は良かったけども、さあ戻ってきて、さあミカラと一緒に、さあこのねカーリングってのもね、このあの縄張りだと強いとされる。あ、でも特殊、これね、やっぱ、まあ、おー、いいね。まあ、一個特殊なのは、やっぱその、エイムが特殊というか、バースト武器なんで、おー、いいね。おー、これは、ドゥン！あ、二人とも、無敵。だが、あー、いいね。終わりました。さあ、いいですね、リールガン。リールガンでよかったじゃん。何よ、ね、最初から。いやいやいや、そんなことないっしょ。楽しむっていうのが大事ですよ。あー、いいよ。まあでもね、そういう意味ではそのいろんな武器を使うチャンスというか、フェス中にやっぱ全武器制覇するとかね、そういう楽しみ方もしたいよね、うん、さあ戻ってきて、おお、これは、あ、味方のセンサー、いや、いいね、あ、いいね、これは、あ、でも逃げやすいね、あ、スライドは、あ、でもいいよ、あ、落ちちゃった。さあ、降りてしまってはいるが、そこに2人見えてます。さあ、これはもう、あー、うわー、嘘、難しいな、意外と、あの、着地かわし。さあ、だけどここはカツンと行って、どこ行った、左行ったな、左回ったのと、回ってる、うん、したらぬるっと入って、さあここで上から撃っていく、はいよ、アメフラッシー。さあ真ん中見ておく、あー、バレた、あ、いや今の感じは、あー、バレてるか、バレてるバレてる、うん、なんかこう即爆発に見えなくもないなと思ったけど、いや詰めてくるね、あのあれスパッタリですよね多分ね、うん、やっぱスパッタリはいい詰めをしてくる、うん、たまに。さあここは溜まって、うわー、いい、これね、まぁ、あ、ちょっと L3 はなのチキンじゃないんだけど、わー、いいね、発生前に止めていく、あー、おお、いいですね、あ、確かにもう着地刈りやすいかもね、うん、やっぱダメージ食らってない状態で着地を打つ人ってあんまりないから、そういう人に対してはこのワントリガーパパパッと当てるのは、いやー、いい、気持ちいい、気持ちいい、これはね、気持ちいいよ、うん、あー、気持ちいい、あー、惜しい、どうだろう、みんなこの行ったかな、うん、あー、でも、うん、これはこれはザ・縄張り、全然自信抜いてない、あ、やばいな、うん、いや、まあ、勝ってるけど、さすがにね、勝ってるけど、うん、いやいいですね、リールどうよ、やっぱり、いや、おもろい、リールマジおもろいのよ、うん、そう、使ってて楽しいもんね、うん、それもありつつね、濡れるし、これは縄張りおすすめべき、うん、うん、はい、昆布トラックにて今日の週、はい、行きましょうか、うん、さあ、今日の縄張りバトルの戦い方、集大成を集中してみせる試合、はい、さあ、お、最後はパブロですね、パブロですね、ちゃちゃっとね、強いですからね、結局だいぶ前から強え強えって動画撮ってますけども、変わらず強いですね、うん、そんな中で縄張りバトルは得意中の得意、ずっと右入って右上にいいんだよな、うん、あそこね、ね、さあぬるっと入って、さあ爆破からの逃げろ、殴ってね、ちょっと殴って逃げる、うん、そして後ろから、おー、いいねいいね、さあインクアーマーは結構ね天敵なので、展開する前にやっちゃいたい。さあ、いいですよ。あと左か、ここ。これは左側見えている、目の前いる。さあ、マジかけなかった。ところを合わせてくる。さあ、マニューバベッチューにやられてしまいましたけども、状況が、右が崩れたか、これは。うん。さあ、ちょっとこの、チームワーク的に、同じ場所に行ってしまう。右に前か。気をつけたい。さあ、スッと降りて、うん、怖いよ。ここは待つ。待ちますめっちゃ待ってる、やっぱね、うん、気になるんだよね、まあ、ここからいいんだろうなって、うん、ずーっと見てるこれずっと、味方が味方が味方がミスディレクションしてくれたから、さあ行っちゃうぞいいね、縄張りバトルといえど時間じっくり使うのは大事、そうだね、うん、いや、そうじゃなさそうだな、楽しくてやってるな、これ多分。
さあでもいいですよ、奥側入って、さあトラップ爆破、トラップが起動すると、あっと、おーの枯れボールしたが、これは先に先割りしてしまうとだが、いいですね。さあ戻ってきて、いいよ、いい塗り、いい塗りを見している。さあそしていいよ、トラップして戻ってくる、右をね固く、うん、ああこれはナイスですね。さあそして、いやー塗りまくっている、この塗りまくりがマジで厄介。やっぱね、他のシューターとかと比べてもその隙間なく塗れちゃいますからね、手前側だけで言ったら。あら行って戻って錯乱、かく乱、錯乱させてどうするんですかね。いいよ、あーこれ、あーはー、これは追いかけちゃうよ。いいよ、無理はしないと、うん、あくまで生き残る。トラップ仕掛けて、まだいるよと、まだいますよして、さあスルーっと中央やりたい、うん、いいよ、あーペスペスと当てたが、さあナイス玉、これは相手のプライムですかね、うん、さあプライムナイス玉を尻蔵、2人やられた。さあ残り20秒の時点で2人やられたのはちょっと痛いが、いけるのか。ここであえて奥を、あえて奥を攻める、あえて奥を攻めて相手に塗る時間を与えない。そしてガンガン塗って、ぜっオッケー、どうだどうだ、どうなの最後は、どうなの。あこれは言ったでしょ、素晴らす、うん、ね、ちゃんと手前側も塗って、うん、あこれはいい勝ちですね、うん、邪魔でしたね、腹立つだろうね邪魔だなと思うよね、あんないると、まあね、反則を使ってなければ、うん、ずるいは褒め言葉ですから。そうですね、素晴らしい。はい、というわけで、はい、今回は、まあ、縄張りの極意、うん、フェスに向けてやりましたけども、はい、まあまあ、あの、2本目と3本目はすごくね、うん、よかった。あの、うん、参考になった。いや、1もいいでしょ。一番楽しんでたよ。でも、今までで一番楽しんでるかもしれない。うん、確かに。今まで、だって、ちょっと一回倦怠期あったもんね。うん、あった。この武器、みたいな。うん、あったけども、まあまあ、何が言いたいかっていうと、好きな武器を使ってほしいと。そう、うん、やっぱね、最後のフェスは好きな武器で、うん、どんだけ楽しめるか。そうだね。楽しんだもの勝ちですから。はい。はい、そうなってね、まあ、最後の最後ですから、うん、ここはね、まあ、でもその前に一応酢豚があるんだけどね。そうなんだよね、うん、あれはね、うん、なんだなんだあの答えは。でまさか最後の一個前がね、うん、酢豚ね、乗せるか乗せないかみたいな、うん、酢豚をそんな食べないんじゃないか、もう、うん、まずまずね、そもそもね、はい、うん、最近はもう食べないですけども、うん、まあ、そんなフェスがありつつのラストフェスなんで、うん、まあ、この辺のフェスたちをしっかりと楽しんで、そうだね、スプラトゥーン2最後まで楽しんでいきましょう。おい、はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。